自由通路改札口改札口付近西側から駅舎を見る岩木駅は福島県岩木市タイラー田町にある東日本旅客鉄道の駅である事務官コードは42万1134岩木市の中心駅である岩木市は1966年に大規模合併により成立した市であるが岩木駅が立地する中心部は1966年以前は 平氏を称しており、駅名も開業以来平駅であった。いわき市が成立した後も駅名はそのままであったが、1994年12月3日に、いわき市などの要望により、現在のいわき駅に改名している。当駅は、浜通り地方から中通り地方、宮城県、茨城県の3方を結ぶ拠点駅である。旧平氏の時期及び、いわき市の成立後も、 市役所が置かれるなど、当駅周辺は、市の中心地区であり、浜通りの一大拠点となっている。岩木駅周辺再生拠点整備事業により、駅舎改築、南北自由通路、南口駅前広場のペデストリアンデッキ、バスターミナルなどが整備された。2007年10月25日に、京城新駅舎に移転したほか、駅前には複合施設が入居する再開発ビル、 ラトブが開業した。また、2009年6月19日に、京城駅舎に付随する、岩木駅ビルが開業し、2010年3月25日には、南口駅前広場の共用が開始された。当駅に乗り入れている路線は、常磐線と磐越東線の2路線である。このうち当たり駅の所属線と扱われる、常磐線では運行上の要衝の一つとなっている。 島式ホーム3面6線の地上駅で、京上駅舎を有している。ホームは2019年度にかさ上げされた。緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、自動生産機のほか、スイカ対応自動改札機、ビューアルトセブン銀行 ATM ニューデイズ、ご当地、スイートショップエレベーターエスカレーター、待合室、トイレ、フルカラー LED 発車案内などが設置されている。 1.2 1番線にあった駅弁売り場は2017年9月30日をもって閉店した。以下は基本的に閉店前の状況を記載する。主な駅弁は下記の通り。JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は5690人である。福島県の駅では郡山駅、福島駅に次いで第3位である。利用客は 減少傾向にあり、2011年度は東日本大震災の影響もあり5000人を下回った。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅南口のパノラマ風景北口脇には竜が白の小山がそびえている。一般乗り合い路線バスの運行はすべて新庄番交通の担当である。運行区間は新庄番交通一般乗り合い路線の一覧を 参照。2010年3月25日より、新しいバスターミナルの共用が開始された。これにより、当駅を通過していた、上大久母、小川方面高崎、赤井岳下方面のバスも、当ターミナルに乗り入れするようになった。南口バスターミナル新庄版交通岩き駅、北口バス停、駐車区出店報道発表資料新聞記事、平駅に関するカテゴリー。 ありがとうございます。